はい、こんにちは。アキラムです。デブキャンです。俺たち、ウィークナイトボーズです。さて、今回は、前回、はい、アキラムがキュートをやっていただいたんで、はい、私はビリーズ工房についてお話しさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一番最初にハマったハロプロのグループはビリーズ工房。はい、要点まとめて、皆さんにもベリーズ工房っていうグループがどんなんだったかっていうのを知ってもらおうと。はい。俺より全然ベリーズ工房好きな人いっぱいいるけども、うん、俺の中で一番好きなグループだから、うん、原点にして頂点のグループだから、まあ、気持ち込めて作ってきました。よろしくお願いします。お願いします。それでは、It's Tasting Time! ベリーズ工房、ダン。メンバーまず紹介させていただきます。はい。左から見ます。須藤マースさん、ブルー。メンバーからブルー。はい、徳永ちなみさん、メンバーカラーはオレンジ。お次永ももさん、メンバーカラーはライトピンク。はい、夏焼きみやび、色はパープル。はい、菅谷梨紗子さん、レッド。はい、熊井ゆりなさん、グリーン。清水咲さん、イエロー。この、で、ちなみに、この右についてる、清水咲さんの右についてる二重丸はキャプテンティー。はいはいはい、はい。で、夏焼きみやびさんの隣についてるのが副キャプテンティーです。見てもらったらわかるんだけど、めちゃくちゃでかいのよ。でかいね。そう、思ってたより本当にでかいわ。そう。これまあみんなヒール履いてるは履いてるんだけど、ももちって150センチ。カントリーガールズのももちイメージだと、こんなにちっちゃくはないのね。そう、こんなにちっちゃかったっけと思ったんですよ。このグループだから、ベリーズ工房のってめちゃくちゃでかいから、他のグループ、他の後輩グループからは怖いってよく言われがちなんだよ。確かに、こんなでかかったら怖いかもしれない。この衣装もそうなんだけど、統一感が全くない。誰が着てんのって。普通アイドルの衣装ってみんなさ、なんか似たようなの着るじゃん。みんなスカートだけ一致してんの。みんな私服で着てるみたいな。すごい怖いんだけど。メンバーカラーでもないし、ね、別に。こういうベリーズ工房の良さっていうのもこういうところでもあるのかなみたいな。いい意味でバラバラってバラバラ。面白いぐらいバラバラっていう。とりあえずベリーズ工房の概要に行きます。はい。ベリーズ工房。結成は2004年3月3日、山口にいるんですね。おー、はいはい。2002年にハロプロキッチンに合格して、そこからまあ、年15人の中から、とりあえず選びましたって、8人。そうですね。で、2004年3月3日に結成されたのがビリーズ工房。あなたなしでは生きていけないで、もう即デビュー。インディーズがないですね。あ、もうメジャーデビュー。あなたなしで生きていけないでもデビューです。もう即だったのね。入れ替えがあるよって言われてたから、他のメンバーには。うん。まあ、結局は変わらなかったってのがあるよね。で、2007年4月1日、埼玉スーパーアリーナ。これですね。2007、桜満開ベリーズ工房ライブ。この瞬間は二度とない瞬間であるっていうライブで、うん、埼玉スーパーアリーナの、はい、単独公演最年少アーティストになるんですね。すごい、俺知りませんでした。知らなかった。これ平均年齢 13.8 歳で、埼玉スーパーアリーナの単独コンサート成功させ、うん、埼玉スーパーアリーナの単独公演最年少アーティストになってます。ちなみに、これの前は、モーニング娘。が、うん、いくつ忘れたけど、とりあえず持ってたの、その記録を、最年少アーティストの記録を。これをベリーズ工房が塗り替えたと。やば、埼玉スーパーアリーナでやってたの。そうだよ、2000、だから、キュートもさ、埼玉スーパーアリーナにこだわったっていうのは、一つはこれなんだよ。ベリーズに、ベリーズが先に最年少でやってるっていうのがあるから、キュートも、うん、まあ、追いつけ追い越せじゃないけど、スーパーアリーナって一つの目標にしたわけなんだよ。次、ちょっと、まあ、コメディなんですが、2009年秋ツアー目立ちたいって、メンバー全員がインフルになった。珍しい。面白い。7人が7人同時じゃないけども、まあ、何人かが倒れて、復活したら次が倒れて、合計的に、まあ、実は全員が一旦インフルにかかる。で、一回延期になるっていう。しょうがない。このせいで、インフル工房っていうふうにやりたい。インフル工房。インフル工房って言えば、まあ、ベリーズ工房の好きな人は全員分かる。うん、この事件だなと。で、2014年8月2日の夏のハロコンで無期限の活動停止を発表する。お、2014年、僕たちは中学2年生、うん、俺もここら辺でベリーズ工房知ったから、うん、ずっとベリーズ工房が好きだったんじゃなくて、中学2年生の頃に稲妻エレボを見てて、で、オタギリボーイの歌を聴いてて、ベリーズ工房ってなんかももちいたよなぐらいの感覚だったんで、うん、で、ミュージックビデオ見て、あ、ももちは歌ってるなと思ったら、あんな声出せるんだっていう、その驚き、うん、テレビのももちを知ってないでもこっちに入ってこないから、ももちって偉大なんだよ。個人的には、中年の時のデブキャンのその感性がすごいなと思う。そう。やっぱ世論は、あの時多分違かったよ。ベリーズ工房とかになりよったじゃん。もう盛り入ってきてるから。そう、乃木坂初期くらいだったのに、そこでやっぱ、ハロプロのゴリゴリのデリーズに行くところ。そう。俺も、他の人と話す時、中学生の時は言ってないの、誰にも。そうだ、ね。あんまり言えなかった。ももちが好きか、そんな。いや、でも、感性ですよ、ほんと。運命、すごい感じるよ。ビビってきたもん。ももちってこんな歌えるんだと思って、アイドルってあんま歌わないイメージが多かったから、その時って。そうだね。ももちがここまで歌ってるの聞いて、
をちょっと驚いてハマって、いいね。で、まあ、2015年3月3日日本武道館のビリッコラストコンサート、ビリッコも行くべと思って無期限の活動停止に入ったので、まあ、現在も活動停止して5年ぐらい経つ。ちょっと俺もこのコンサート行ってないからね、あんまり深くは言えないけども、うん、とりあえずまあ悲しかったよ。2010も活動停止宣言が出てすぐに多分知ったと思うんだ。多分9月ぐらいに俺が知ってるから、うん、秋だった。で、すぐに、あ、活動停止しちゃうんだよって言って、ちょっと漁ってたらもう解散しちゃったみたいな。解散で活動停止か、ベリック候補にいろいろ研究してる時に活動停止しちゃったっていうのがあるから、ちょっと悔しい部分もある。俺の中で活動停止を持ったけども、俺は全然ベリーズ候補にハマっていったから、なんで俺がベリーズ候補にこんなに惹かれるのかっていう理由をまとめに、はい、個性のばらつきなのよ、うん、まずキャプテンの清水咲さん、バッキバキのダンス、はいはい、未だにハロプロのダンスレッスンとかでは清水咲さんがハロステとかで出てくるぐらい、うんうん、ハロプロのメンバーのダンスに関しては未だに関わりを持ってる、うん、で、これギャル系美人と正統美人、これ2ついるんだよ。そうだね、夏焼さんと須藤真央さんってマジ全然違う、うん、それはまあみんなが思うアイドルとって黒髪ロングみたいな、はい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 、それが須藤真央さん、黒髪ロングで綺麗な方で、夏焼美さんはそっちじゃない、全然派手な色して髪の毛をハルプロキッチンの時からも金髪だから、ちょっとありえないじゃん。確かにそうだ、この2つがいるってまあでかい話なんじゃないかなと思って。次、菅谷梨太子さん、うん、これね、すごいんですよ。髪型変えるし、髪色もポンポン変えてくるし、うん、あ、今のアイドルじゃ、今のハロプロもさ、なんか自粛期間だから髪染めましたみたいな人多いじゃん、うんうん、菅谷さんは別に関係なく赤にも紫にも金にも銀にも染めてたし、いろんなの見せてくれた、うん、面白いなっていう、あ、ちょっと考えられなかったから面白いなっていう。で、まあ、絶対に一人いる明るいおバカキャラ、徳永さんは明るいおバカキャラ。ちなみに徳永さん曰く、まあ、ちなみより雅の方がバカで、雅より真麻の方がバカっていうさ、この雅さん、須藤さん、徳永さん全員が全員全バカだと思ってる、三角形で全員が全員バカだと思ってる、面白いなって。3人ともバカだよね。3人とも絶対にバカって言ってなんだけど、徳永さん今留学に行っていうことやってる、うん、そこら辺尊敬したら、一回やるって決めたら芯が貫いてるおまかキャラ、うん、結構俺は尊敬してると思うのかも。で、さらに個性のバラつきで言えば、絶対殺したはずじゃない、熊井さん。でかすぎだろこれ。この写真のせいかもしれんけど、周りがちっちゃいってのがあるけど、熊井ちゃんは181cm だから俺より10cm だから、でかいよね。でかい。俺って野球部にいてもまあまあでかい方が入る。まあまあでかいよ、ほんとに。おかしな話ですよ。で、桃違いと、はい、でも、モモチはもうモモチで成り立っちゃってる。成り立っちゃってるけど、でも、ベリーズ工房にテレビに出てるモモチって、モモチ単体ですごいキャラじゃん。うん、でベリーズ工房にいたら、モモチってそんなに目立たない。モモチって来ない。なんでかって言ったら、他にも7人、7人中6人もすごい個性持ってるから、モモチだけが目立たない。うん、普通のアイドルグループにモモチ1人ポンと浮かれたら、モモチだけ浮いてるけど、うん、いいのモモチで全然浮かない。これがベリーズ工房の良さなんじゃないかな。で、コンサートもすごい聞かれた理由で、うん、持ち曲が140曲ある。めちゃくちゃ多い。で、盛り上がる鉄板曲もそれあると、うん、まあ一丁目ロックっていうのを例に挙げたけど、他にもスペシャルジェネレーションだったり、スペシャルジェネレーションね、世の中バラエルだったり、はいはい、盛り上がる曲っていうのがいっぱいあると、これ洗練された煽り。須藤真麻さんがベリーズ工房の煽りを一任してるんだけど、うん、アイドル10年やってらっしゃったから煽りもね、格別ですよ。で、面白い MC、はいはいはい、ももちは普通に喋りがうまいじゃん、うん、で熊井ちゃんはちょっと抜けてるの。そうなの、ね、でももちがちょっと抜けてる熊井ちゃんをいじるみたいな構図も面白い、うん、そこもなんで熊井ちゃんの天然っぷりもいっぱい発揮されるのがベリーズ工房の MC。 いいね、引き出してるね。そうはどうして、一人一人の個性が出る面白い MC が揃ってるのがベリーズ工房のコンサート。いいね。で、確かな実力があると、うん、これは間違いない、ね、間違いない、まあ、ハロプロキッズ全員に言えることなんだけど、うん、まあ、長年やってるからこその実力はしっかりだ。これはもう間違いないから。うん、で、あとは中の良さ。で、さまざまな組み合わせがあるわけですね、ベリーズ工房には。例えば、嗣永さん、徳永さんだったら、長々でフォーエバーズだったり、熊井ちゃん、マーズだったら、クマーズ。はいはいはい、他にも全員が全員あるんですよ、基本的に組み合わせは。で、僕が特に好きなのは、一番上に書いた嗣永、徳永のフォーエバーズ。これさ、なんか悪いんじゃないんですか？そうなんですよね、これ面白いでしょ。この2人仲悪いっていう
話だったんだけど、うん、よく喧嘩もするって話なんですよ、うん、ちなみにももちってアイドル15年ってやられてましたけど、うん、体力週刊誌に取られてる、今言ってるのちょっと分かんないけど、聞きたい、ももちって1回だけ週刊誌取られてる、何何どんどん徳永さんと2人で事務所の前でアイスを食べたところ激写されて、いやーそりゃやめてよいやーももち15年間唯一の15年間で唯一のスキャンダルがこれ、うわしかも仲の悪いって言われてるこの2人ですよ、うわちょっと仲良くないんだよこいつらビジネス不仲だなって言われる要因だったのがこれね、いろんな意味ですごいすごいしかもなんでこれを出した週刊誌も面白いし仲の良さってのが出てるんじゃないかなっていう、でも結論で言えば実力と意外性っていうので一度ハマるともう抜けられなくなっちゃうのがベリーズ工房かなって思います。ということで、ね、今回私のベリーズ工房のプレゼン終わりたいと思います。いや素晴らしい、ギュッと詰まってた気がする、今のこの10分くらいに。カーって死ぬ。そう、ベリーズがもう詰まってるし、ほんのちょっと知ってる人は、そんな感じになってると思うし、うん、ちゃんと知ってる人でも、今のは面白かったと思う、すごい。うん。アキロムの知らないだろうってところもちょっとついてきて、うん、教えなかった。ベリーズ5が出て、あんまりさ、深く話したことないじゃん。うん、そんなに。今あるグループの話で俺たち盛り上がっちゃうから、うん、ベリーズ5が出て、ちゃんと一回お話ししておきたいなと思って。まあ、アキロムのこの反応良かったんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。今回終わりましょう。はい。それでは、バイバイ。